皆さんこんにちは、さとこです。今日は手帳やバレットジャーナルにおすすめの夏の色の組み合わせページを作っていこうと思います。でこちらが一つ前の動画で色の組み合わせ方と色の選び方というのを配信させていただいたんですが、その動画で考えた色の組み合わせプラスアルファのものをこちらではご紹介していこうと思います。で、サマーカラーパレットとか着たかったんですが、サマーの M が抜けていることに動画を編集したら気づきました。全然気づかなかったですもうこれは直すとちょっと変な感じになりそうだったので、そのまま直さず使うことにしました。で、今回は前回の動画でご紹介した色の組み合わせにプラスアルファをして、全部で9種類の色の組み合わせをご紹介していきます。で今回使用するペンに関しても前回の動画と同じく、ゼブラさんのマイルドライナーとトンボ鉛筆さんの ABT を、使っていきます。でこのマスキングテープカッターがすごい可愛くないですか。スガイワールドさんのアニマルハグというマスキングテープカッターなんですけど、他にも種類があるんですが、すごい可愛いしよく切れるしおすすめです。とりあえず本当に可愛いですで色を塗る部分が完成したので、これから色を塗っていきます。で、こちらは前回の動画でもご紹介した色の組み合わせなんですが、こんな感じで色の組み合わせを作ったら自分自身で名前をつけると面白いかなと思います。でこれはハイドランジアなので、アジサイですね。ちょっとアジサイっぽいかなと思ってアジサイっていう名前をつけました。でこちらがレトロサマー、ちょっとレトロな感じのね色合いかなと思って、で、色だけを塗ると後からこれ結局何色なんだっけっていうのが分からなくなってしまうので、この線を引いた色の下には使った色の名前を書いてます。ただこれを濃くしてしまうと全体的にこう黒が目立ちすぎてしまうかなと思ったので、こちらに関してはハイテックシーコレットさんのシルバーの 0.4 ミリかなを使って、書いています。で、下の左側がポッピングソーダ、右側がレモネードというふうに名付けました。一番最初にもお伝えしたんですが、こんな感じで、自分が発見したというか、この組み合わせいいなと思った色に対して自分なりのこのネーミングをつけると愛着が湧くというか、このネーミングをつけるプロセスも、この色どうしようかなんて言おうかなみたいな考えるのも楽しいので、ぜひぜひ色の組み合わせを考えるだけではなくて、色のネーミングを考えるところまでチャレンジしていただくと面白いと思います。今回ご紹介しているこの色の組み合わせ9種類ですね、それぞれどのペンを使っているのか画面には書いてありますが、概要欄にも記載をしてありますので、もし気になる方はぜひそちらもご覧いただければなというふうに思います。で、この右のページ縦3つに関してはオーシャン、キュートサマーで、これがヴィンテージアイスクリームというチョコミントとかなんかそういう感じの色をイメージして選んでみました。で最後2つですね、これは両方とも、前回の動画でもご紹介した色ですね、フラミンゴっぽい色を選んでみましたっていうやつと、一色変えるとマーメイドみたいでしたってご紹介したやつなので、そのままネーミングもフラミンゴとマーメイドというのにしました。でこんな感じでページ全体が完成しました。今回は9種類の夏の色の組み合わせを考えてみましたが、何かご参考になる色合いがあったら嬉しいです。でこういったページを季節ごとに手帳の中に作ると、何か色に困った時とかの参考になるので、ぜひ試していただけたら嬉しいです。
本日もご覧いただきありがとうございました。もしよろしければこの動画のいいねとチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。